コロナウイルスの影響で日本酒の需要が低下し、日本酒の原料の酒造公的米の需要も低下してら、恋で酒造公的米を食って生産者を応援したいと思います。はじめに酒造公的米は漢字の通りで日本酒の醸造に適した米だ。酒造公的米の特徴、その1、米の粒が多い。その2、白い不透明な寸白もあります。その3、タンパク質の量が少なく醸造しやすい特徴があります。今回は山田錦を使って名料理を提案したいと思います。我がいつも食っている米は生え抜きだ。酒造公的米は味がいまいちと話を聞きますが、実際に食ってみたいと思います。早っ。食感はコシが強めで粘性が低い感じです。少しパラパラ感があり、雑味がなくさっぱりした味です。じゃん、これが酒米で作ったチャーハンです。素人が作ったと思えないぐらいめちゃくちゃパラパラです。いただきます。酒米独特のパラパラ感とこの食べ応えがチャーハンとマッチしていて、とっても美味しいです。うまう。前ね、パエリア完成しました。うまっ。炊飯器で炊きます。麹を混ぜます。60度の温度で6時間。甘酒の完成です。酒造公的米山田錦で作った甘酒を。したいと思います。酒米と麹の絶妙なコラボレーションが甘みを引き立てて美味しいです。うまい。酒米酒米チャーハンがうめ。酒米酒米海鮮丼もうまい。酒米酒米甘酒がのっつどうまい。